今日も秀急行サウンドチャンネルをご利用くださいましてありがとうございます。今回は2014年3月13日まで運転されていました魚津行きのサンダーバード号のサウンド動画をお送りします。よろしくお願いします。平成27年北陸新幹線開業のダイヤ改正まで1日1往復魚津発着のサンダーバード号が運転されていました。もともと雷鳥号の時代は新潟発着の雷鳥号もあって、富山から新潟方面の主要都市と関西地区を結ぶ使命もあったのですが、白鷹号や北越号の充実や列車の整備に伴い、当時はこの魚津サンダーバードだけが残党を引き継ぐ列車となっていました。そんな列車も富山発着のサンダーバード号とともに姿を消し、金沢泊まりとなるのでね、惜しんで2014年11月高岡駅から魚津駅まで乗車しました。乗車したのは特別急行サンダーバード35号、大阪17時42分発魚津21時17分着です。それでは高岡駅入線シーンよりお聞きください。5番特急サンダーバード35号魚津行きが急行で入ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。この列車は富山に止まります。列車が到着します。ご注意ください。次は富山です。20時59分です。富山を出ますと終点の魚津21時17分に着きます。次は富山です。今日は大阪からの特急サンダーバード35号ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく富山です。お出口右側で6番乗り場です。富山を出ますと次は終点の魚津です。乗り換えのご案内です。この先糸魚川方面普通列車の直江線駅21時3分です。着きました同じホームの向かい側5番乗り場から列車です。高山線の普通越中八尾駅は21時16分です。1番乗り場から列車です。ありがとうございました。どうぞ忘れ物ないようお持ちください。富山に着きます。富山を出ますと終点の魚津でございます。サンダーバードのドアが閉まります。ご注意ください。次は終点の魚津です。21時17分の到着です。今日は大阪からの特急サンダーバード35号ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点の魚津です。お出口右側で3番乗り場です。列車とホームの間に段差がございます。降りの際は足元にご注意ください。この先の乗り換えのご案内です。糸魚川方面普通列車の直江津駅は21時27分です。着きました同じホームの向かい側2番乗り場でお待ちください。高列車魚津終点到着後車内点検の後回送列車となります。引き続きのご乗車はできませんのでご注意を願います。どうぞお忘れ物ないように皆様お降りください。またのご利用お待ちしております。ありがとうございました。終点の魚津にまもなく着きます。大阪からの特急サンダーバードと大阪車掌区の乗務員さんの独特なアナウンスが旅情をそそりますね。サンダーバード号の車内放送は設備が良いのか車掌さんの声が美しいのか、多分両方だと思うんですが、いつ聞いても心地よく、かつ分かりやすい放送で気持ちよく感じるのは私だけでしょうか。
列車は無事魚津駅に到着しました。これから約半年後、北陸新幹線が開業。この駅は愛の風富山鉄道魚津駅となって、サンダーバードも白鷹も飛び立ってしまいました。特急列車が大きな収益であったと思われる北陸本線、特急列車なしで営業するのはさぞ大変なことと思いますが、新幹線開業後の並行路線を受け持つ鉄道には頑張ってもらいたいですね。それでは皆様、本日は高岡からの特急サンダーバード35号のサウンド動画をご視聴くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。ひで急行チャンネルではコメントや評価、チャンネル登録をお待ちしております。チャンネル登録は画面中央の丸い枠をタップするだけです。ありがとうございました。